愛知県の選出で初入閣となる伊藤復興大臣は、昨日県庁を訪れ、内堀知事との意見交換に臨みました。伊藤大臣は、被災者の心に寄り添いながら、福島の復興再生に全力を尽くすと述べると、内堀知事は、震災と原発事故を風化させないという強い決意で臨んでもらいたいと求めました。また、同じく初入閣した神奈川県選出の浅尾環境大臣も内堀知事と面会し、除染で出た土の県外最終処分に向けて、国として責任を持って取り組むなどと説明しました。